では MC をつながしていただきます、今はベースデコサムこと相沢光一君の素晴らしい歌声を聴いていただきました。今ねちょっとあのリーダー終わりの藤川ひとりさんと言いますと、ちょっと次の曲で、加わりますのでちょっとセッティングなので交代したいと思います。こんな感じで戦国、ソロの人たちが集まって、やってるんですけども、ね、前誰だって、あ、初心者マークさんか、初心者マークって言います。お前誰だって、さっきまでここにギター弾いてたやつどこ行ったって感じなんですけど、お前誰だって感じ。まあいいんじゃないかな。まあね、初心者なんで、初心者なんで、いやね、まあお前誰だっていう感じですけど、まあたまにこの鯉のぼりが別にいいよっていう感じで元気よく邪魔してくれるんでね。あれ初心者なんで、戦国らしくていいやーって感じなんですけどね。いい天気ですね皆さん。まあなんかさっきこうね、いろいろと。そうですね、今相沢くんがいて、次がですね、ウクレレをさっき鍵盤ハンドを弾かれていた村田パスタさんという人が、これ分かる人は分かるんですけど、村田、うん、おいしそうな名前ですけど、おったかもしれないんですけどね。次がね、村田パスタさんと、そしてサポートに、ボーカル藤川ひとりさんが加わって、またこれはまたね、相沢さんとは違った、ね、曲が聴けると思いますんで、ね、熱いポップスになります。熱いポップスで、ウクレレポップス、はい、今日のいい天気に合わせて熱いポップス、あまりウクレレでポップスってあんまり来たことないでしょ。だいたいハワイアンだと思います、ね、おとなしくかもしれないですけど、はい、期待しててください。場所ここです。さあ準備は整いましたでしょうか。準備 OK ですか。じゃあ、ピンポン。ちょっと珍しい楽器を使わせていただきます。新しいドラムです。あ、珍しいですね。それは何ですか。これは何ですか。楽器ケース。はい、はい、楽器ケースで演奏するという。あ、楽器も入れれて楽器もできると、はい、中身を使わず外みたいな。あ、それはまた新しい画期的な、まあ、レトロな。では、はい、バスタさん、はい、あ、準備が整いました。あ、はい、では、戦国でウクレレを担当されてます村田バスタさんのじゃソロを、お聴きいただきたいと思います。ではよろしくお願いします。じゃ皆さんこんにちは、村田バスタと申します。本名じゃございません。あ、それは分かる。今日正直僕出来が悪かったんで、正直雨が降ってくれればいいなと思ってたんですけど、雨降らずに晴れてしまったということでね、ちょっと悲しいんですけど。ぐちゃぐちゃ言うな、晴れてたよ。ですね、昨日まではですね、僕一人でやる予定だったんですけど、なんかしょぼいということでですね、ちょっと急遽打楽器が入りました。ですね、本当昨日つってもですね、もう今日に日付が変わる10分ぐらい前なんですね。ね、昨日練習しましたんで。で、聞いてください。投げ。じゃあ、ですね、最初の曲はですね、明和電機っていうアーティストがいるんですけども、その人らの曲のですね、つくばバリバリ伝説っていう。バリバリ伝説。つくばバリバリ伝説。じゃあ行きます。
ました。ちょっとね、当たるんだよね。近づけてさっき言ったのに。ですね、戦国っていうのはですね、最初はですね、この2人で始めましてですね、技術が足りないということでですね、自分らの成長は二の次にしてですね、仲間を増やそうということでですね、いろいろ足りないところでね、温かく守ってくれる人たちでね、成り立ってそれが戦国です、ね、いろんな人たちの手伝いを生まれてですね、やってきたんですけどね、上手い人と下手な人を助けたら、ちょっとずつ下手を詰まるっていう、そうでもなかった。で、戦国始めて2年なんですけど、はい、この有様です。はい、2年経ってもだらんとやります。はい。だんだんこれからもだらっていきますので、皆さんよろしくお願いします。だらっていきます。